フランシス・グレンジャーフランシス・グレンジャーはアメリカ合衆国の政治家。1841年に第13代アメリカ合衆国郵政長官を務めた。1792年12月1日、グレンジャーはコネチカット州サフィールドにおいて第7代アメリカ合衆国郵政長官、ギデオン・グレンジャーとマインドウェル・ピースの息子として誕生した。グレンジャーは古典を学び、 1811年にイエール大学を卒業した。1814年、グレンジャーは父親と共にニューヨーク州カナンデーグアに移った。グレンジャーは法律を学び、1816年に弁護士として認可を受け、弁護士業を開業した。1817年10月20日、グレンジャーはニューヨーク州ユーティカにおいてコーニーリアバン・レンセラーと結婚した。 二人の間には以下の子供が生まれた。グレンジャーは1826年から1828年まで、及び1830年から1832年まで、ニューヨーク州会議員を務めた。1828年、グレンジャーはニューヨーク州副知事選挙に立候補したが、敗北した。また1830年と1832年、グレンジャーは、 国民共和党の公認としてニューヨーク州知事に立候補したが、これも敗北した。1834年、グレンジャーはホイック党の公認候補としてアメリカ合衆国会議員に立候補した。グレンジャーはこの選挙で当選し、1835年3月4日から1837年3月3日までアメリカ合衆国会議員を務めた。 1836年、グレンジャーは、ホイック党とハンメーソン党の公認候補として、アメリカ合衆国副大統領に立候補したが、敗北した。また同年、グレンジャーは、ホイック党の公認候補として、アメリカ合衆国下院議員に立候補したが、これも敗北した。1838年、グレンジャーは、ホイック党の公認候補として、 アメリカ合衆国会議員に立候補した。グレンジャーはこの選挙で当選し、1839年3月4日から1841年3月5日までアメリカ合衆国会議員を務めた。1841年、グレンジャーはウィリアム・ハリソン大統領からアメリカ合衆国郵政長官に指名された。 グレンジャーは1841年3月6日から1841年9月18日までアメリカ合衆国有政長官を務めた。1841年、グレンジャーはジョン・グレーグの辞任によって空席となったアメリカ合衆国会員の議席を充当するためアメリカ合衆国会議員に選出された。 グレンジャーは1841年11月27日から1843年3月3日までアメリカ合衆国会議員を務めた。1861年、グレンジャーはワシントン平和会議の代表に選出された。ワシントン平和会議では南北戦争の勃発を防ぐための議論が交わされた。1868年8月31日、グレンジャーは ニューヨーク州カナンデーグアで死去した。グレンジャーの遺体はカナンデーグア市内のウッドローン墓地に埋葬された。ありがとうございます。